안녕하세요미소입니다今日は何をするかって言ったら日本に帰る日なんですけど、ちょっと時間があるなと思ってめっちゃ服が安いで有名な高速ターミナルに来ました。春に最後来たんやけど、夏服どんな感じになっとんだろうと思ってちょっと来てみました。でここね、隣にデパートみたいなのもあるけん、デパートで買い物もできるなと思って、すごいなんか位置的にもカンナムとかからそんな離れてないしおすすめやけんね、ちょっと今日は紹介していきたいと思います。あと爆買いもかましたいと思います。ミレクマシュー、こんな感じです。ま、当たり前に安いよね、1900円。でも昔に比べたらそんな安くなくなったんかな。1900円とかにしては十分すぎるほどのお値段で。ちょっと待って顔出しても大丈夫ですか？みそちゃん見てます、ありがとうございます。ありがとう。え、一人ですか？大丈夫ですか？あの旦那が今外国人の旦那さんです。ありがとうございます。嬉しい。もうちょっと撮り始めてすぐ声かけられるのちょっとめっちゃ有名人っぽくて嬉しいですよね。でもただたまたま声かけられただけです。え、どっち行こうか。でもね、普通にそのめっちゃメイン通りみたいなとこあるやん、そこ行かんでもね十分安いよね。でも思いっきり地下に下がったところより上に上がっとるところの方が質がいい気がする。かわいい、綺麗。これいくらなんやろ。2700円。いや、ここの店普通にかわいい。ザ・ジエンさん、かわいいね。こうやっておばあちゃんも一緒に選んでね、かわいいやん。え、緑かわいい。ちょっと中入ろうかな。私緑ブームなんよね今。え、かわいい。ちょ、かぎょってかおっとけてよよぎたまいちょなんで3600円。まあ普通、日本からしたら耳あかのぐらい安いけど。え、かわいい。あ、これ大好き。かわいい。まあいいやいいや。でもさ、こういうのってさ、骨格ストレートが来たらさ、妊婦みたいになるよね。うん、かわいい。あ、私の大好きなブラウス。さっきのところ可愛かったけん、下のところ取った後、後で来よう。あ、てか現金ないわ今。現金下ろさないか。あ、でもここも可愛い。何これ、ペンギン？普通に可愛いよね。なんか上にあるツリー、読み方わかんない、ツリーなんかな、前も紹介したことあるんやけど。ここのお店結構好きなんよね、普通に。え、てかタンクトップ欲しい。タンクトップとかさ、いくら持っとってもさ、いいやん。普通に可愛い。セールしようかな。1900円から。やばい、緑ばっか触ってしまう。可愛いやん。ピンクも可愛いよね。私マジここ来たら見分からんぐらい爆買いしてしまうよね。やけどバーって紹介するだけ紹介して、ちょっと後でめっちゃ買うわ。じゃないとカメラ回せんであるぐらい手が埋まる。え、髪留めるやつ可愛い。これいくらなんやろ。でもこれシャネルっぽくて可愛い。490円。あ、すごいね、特殊なやつが多いな。最近韓国でサンリオブームなんよね。これ多分絶対偽物よね。本物？え、本物なんかなこれ。前原宿行ったらなんかサンリオみたいなやりよったんやけど、韓国の人めっちゃ多くて。クロミちゃん、クロミちゃん。ここもね、バッグ可愛いしアクセサリー可愛いけんおすすめ。ここめっちゃ何回も紹介しよる。じゃあ高速ターミナルのめっちゃ安いメインのとこちょっと行くわ。来ました。ここが有名な通りですね。めっちゃ人おる。これやっぱ安いね。1500円。1500円に見えんくない？ここめっちゃ昔買いよった。てか今日マジでなんか特別になんかいいことあったっていうわけじゃないんやけど、めっちゃ気分が良くて。だけどちょっとせっかく韓国おるんだったら早う空港行ってカフェとかで時間潰すより高速ターミナルで買い物でもしようかなと思ってちょっと来たんやけど、めっちゃ人おる。あ、でもパジャマ可愛い。500円。まあ普通にパジャマって何枚持っとってもいいけんね。え、1000円？安ない？安くない？短い丈可愛い。 T シャツとかさ、ご飯食べたらすぐ汚すけんさ、こういう前を蝶々結びしとんのとかも可愛いよね。私これ持っとるわ。1500円。安っ。あ、ここ良さそう。てか普通にタンクトップ欲しいな。いや、これちっちゃい。肉溢れる。こういうのっていくらなんやろ。1200円。まあまあ普通か。デニムで1900円って安ない？生地も普通に良さそうなんやけど。可愛い。え、これ可愛い。なんか編み編みでピンクとか可愛いやん。ほら、でもやっぱ私青とかね、なんかこういう淡い系が好きなんよね。え、なんかさ、最近韓国でめっちゃ人気のね、コスっていうカバンのブランドがあるんやけど、それにめっちゃそっくりなカバンがあってめっちゃ可愛い。しかも一つ1500円とか。え、可愛くない？1500円で綺麗。これとかめっちゃコスやん。1500円か。可愛い。夏に良さそうな、こんな感じも。でも靴可愛い。可愛いこれ。2万ウォン。2万ウォンだって。2000円か。普通に可愛いんやけど。2000ウォン可愛い。こっちも2000ウォン？
全部2000ウォン、うん、全部何でも2万ウォン、オッケー。でも2万ウォンも安いけどさ、1000円とか500円とか普通にここにあるけんさ、悩むよね。でもああいうさ500円とか1000円の靴がさ意外と良かったりするんよ。ママとかマジであんなめっちゃ何年も履きよるって言ったよ、ね、ここ可愛くない雰囲気、森ガールみたいな。え、どうしたんこれ雰囲気、なんかマジ森がある。あ、私の好きな服屋さん、ここはシンプルめやけど綺麗、ここ結構好き。なんていう店なんやろこれ、モノログっていうとこ。まあ割とシンプルめで上品に見えるみたいな。あ、もうこういうシャツとか大好きやん。私高速ターミナルの動画だいたいシャツ紹介しよるよね。あ、もう大好き大好き。1300円か。あ、でもちょっとなんかキムチの汁みたいなついてる。うん、綺麗。これ切りっぱなしがいいんかな。でもなんかちょっと安っぽく見えるっちゃ見えるけど。え、 T シャツ安っ。サビーチ1000円。普通にパジャマとかにもできるし。あ、これ可愛いやん。普通に可愛い、ユニクロっぽいし。これ普通に可愛いやん。脇汗目立つかな。え、ほら男もんとかでも良さそう。これとかもほらお絵描きっぽくて可愛い。ここは割と T シャツが多くて500円とか1000円。なんかさ冬物より夏物の方が生地薄くなるやん。やけんちょっと気持ち安いんかな。あ、靴下あるよ靴下。めっちゃニコちゃんマーク。え、これ可愛いやん。これてかさ、 G ドラゴンがさ手のところにさニコちゃんマークのタトゥー入れとるやん。あれ可愛いよね。でもタトゥーってさ勇気いるしさちょっと悩むよね。あ、いいやん。ベランダで洗濯物干すときとか良さそう。あれ、私ベランダに洗濯物干さんけんな。ディオール、エルメス、ロエベ。私がめっちゃ好きなタイプのブラウス見つけた。じゃん、めっちゃ好きそうやない。え、てかこれ似たようなやつさ4000何本で昨日買ったんやけど。ここ2000円安っ。これなんか着たもの男が着てそうな服がある。なんか気のせいかもしれんけど前着た時よりなんか若い子っていうより年多めの人が多い気がする。え、てか帽子欲しいかも。600円で2個で1000円安っ。あ、ミサちゃん映ってる。こういう夏のやつ可愛いけどあんま似合わないね。これこんなんいい女が結構かぶっとるイメージなんやけど、どう似合うかな。ちょっとさちょっとワンピース感が強いというか。私帽子マジ似合わん。おいちゃんに投げキスされた。どう受け取ったらいい。え、スリッパでめっちゃ可愛いの見っけたんやけど。何これ、可愛い。オーカン、え、可愛くない。こういう最近厚底みたいな流行っとるやん。なんかウグっていうかね、アグ系列みたいな。めっちゃ可愛い。四つ葉のクローバーみたいなのもあるし。最近クロックスとかさ韓国でめっちゃ流行ってるやん。スリーパー系流行っとんかな、知らんけど。めっちゃ知っとるみたいな言い方したけど知らんけど。セリーヌめっちゃホストが来とるやつ。これ多分普通に買ったら安くても8万ぐらいするよね。ミュウミュウとかあるんやけど。ミュウミュウセリーヌよく見るやつ。最近韓国でこのブランドよく見る。いやでもさすが韓国って感じよね。セリーヌ1900円で売り寄るけん。マジおもろい。ちょっと欲しいかもっていう心は由来だけど、いや私は本当にもうそんなリサに顔向けできんよ。日本のリサ目指してるけどさ、そんなんやったらもうセリーヌに怒られるということでちょっと我慢しました。え、ワンプラスワンで1000円だって。可愛くない、普通に本物みたいね。これのぐりの洗うやつやん。え、ここかわいいやん。え、かわいいやん。大好きこういう系。これだと細く見えるやん。なんかピタッと競ったら、うん、かわいい。かわいいよね。あ、もうこれめっちゃかわいい。これめっちゃかわいい。これ絶対買う。なんかパーコさん、ピーコさんみたいな見つけた。あ、お疲れ様です。え、置物普通におしゃれじゃないこれ。なんか最近さこういうさなんかどこに花入れるみたいなやつ流行ってない。かわいい。ウサギも、あ、かわいいよこれ。なんか風船で作ったよみたいな。なんぼすんやろこういうのって。すごいね。え、めっちゃおしゃれやん。こういうの家置きたいんやけど。え、てかめっちゃおしゃれやんこの店。え、すごい。私ここ初めて来たかも。てかさめっちゃおしゃれな家具とかあるやん。あれ一時ちょっと買ってみようと思って引っ越ししたてんとこに買ってみたんよ。けどね、私の家見た人やったら分かると思うんやけど、マジで私って家具の配置とか家具のセンスがマジでないわけ。やけんって言ってそのさおしゃれな3万の花瓶を1個置いたところでそんな変わらんし、そうやったらもうイケアとニトリでよくないみたいな。やっぱね、お値段以上ニトリっていうやん。その通りよ。え、エルメス可愛い。これティッシュ入れめっちゃおしゃれじゃない。いくらなんや。イボウマエや。
18,000원이요? 1,800원 だって。えエルメス大先生1800円で売る。かわいい。あ、マックロクロスケ、マックロクロスケだわ。なんかこういう後ろにつけるやつかわいいけどさ、今つけとるケースが便利すぎてなんかもう最近あんまつけんなった。ラーメンでも一個一個なんか著作権引っかかったり関係かしらんけど、ちょっとずつ変えてね。ノブリョかわいい。面白い。이거되게귀엽다미키남자かわいい。ポシュとかめっちゃ待ってるやん。かわいい。かわいい靴下屋さん見けた。ここねマジで留学しとる時からめっちゃ着よるとこ。これやっぱ今三流やっぱ流行っとんやわ。本物なんかなこれ。絶対偽物よねこれ。買いとるけど。あかわいい。え、これめっちゃ買いよった昔。かわいい。え、これかわいいやん。私花柄好きなんよね。やけネイルとか定期的に花柄するんやけど。かわいい。好き。めっちゃかわいい。え、これ普通にかわいないバッグ色。しかも1000円やし。ここにもある。1500円やって。だけど1000円には見えない。なんか韓国で買ったピアスとかカバンをね、私知らずにこの間持っとったんよ。そしたら友達とかに、え、それってどこどこのあれよねみたいな、え、それってめっちゃ有名ないいピアスよねみたいに言われることがあって、私高速ターミナルで300円ぐらいで買ったんやけどねとかさ、恥ずかしくて言えんくてさ。だけどなんか多分流行っとったり人気のブランドの形をなんかそのままパクっとるかそっくりなやつがたまにおるわけ。でもさ、それパクリって知らずにさ持っとったらちょっと恥ずいよね。でも普通に可愛いと思って買ったけんさ。エコバッグ900円だって。可愛いない？え、普通に可愛いんやけど。え、バッグ買おうかな。 T シャツ1,000円。うん、めっちゃキャンディー好きな人みたい。あら、セリーヌちゃん。ちょっとセリーヌちゃん汚れてるけど。1000円だって。かわいない？こういう色かわいい。なんかそのカンナモンニっぽくて綺麗。こういうのなんかピチッとしたズボンとかに合わせたらかわいそう。あ、これセットになっとって普通にかわいない？これいいやん。しかも1000円で2ついとるしさ。これとかかわいい。ここのブランドもよく来る。かわいい。韓国のお姉さんって感じ。ジャケット、え、安っ。え、2900円よ。こういうジャケットってさ、2900円着とるなっていう風に見えんくない？せめても6000円は超えてそうやん。かわいい。韓国って色がかわいいよね。黄色。あ、パジャマの店かわいいんやけど、え、てかここ前私買ったわ。普通にしんちゃんの服買った。しかもこれセットで500円って。かわいいけどセールって買い取って値段書いてないやつは基本あんまり買わん方がいいかな。ただ海外の人って分かったらちょっとボってくるけんさまあボラれても安いんかもしれんけどさ、嫌やんボラれたら。あとさ、韓国靴下めっちゃ安いよね。ほらこれとかさ、え、55個入ったん？違うよね。違うわ。何本入ったんこれ。何個？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個で1300円って安ない？これとか1300円に見えんよね。これズボンの形めっちゃ綺麗。綺麗じゃない？これ足綺麗に見せてくれそうなんやけど。1800円やって。安っ。え、てかさ、中に入ってるさ、これかわいい。バターって書いてるやつ。これかわいいよね。これ絶対足綺麗に見せてくれそう。あ、でもちょっと、あ、でも長さいい感じやん、ほら。あ、2400円やこれ。厚底に合わせたらいい感じじゃない？涼しそうやし。やっぱ安いね。てか今日さ、眉毛アートさっきやってきたんやけど、追ってよ。どうですか？でもちょっとチクチクしてきた。昔やった時はマジでなんかもうゾーンみたいな。眉毛みたいな感じだったけど、自然じゃない？かわいいここ。あ、編み編み流行っとんかな？あ、ひまわり好き。かわいい。お嬢様。え、1500円やって。1500円見えんわ。あ、これめっちゃ足細く見せてくれそう。下広がってるし。2400円やって。暗い色とか。暗い色私良さそう。じゃん。この人とかも綺麗にこうやって着とる。韓国こんだけ安かったら日本で買うのなんかバカらしくなってくるよね。また可愛いの見っけた。ワンピースです。うわいいな。こんなん1枚着れたらめっちゃ涼しそう。ピンク可愛い。T シャツかわいい。1000円やって。モーメントってどういう意味なんやろ。長すぎんしさ普通に着れそう。え、
可愛いないこれ。シナモンおるよ。可愛いんやけど。プリンプリンプリン。これめっちゃ可愛い。このプリンプリンみたいなやつ何円なんだ。価格が書いてない。え、セットで1000円だって。やば。これもいいよね。可愛い。これも2つで1000円だって。やば。これ私持っとる。ここもだいたい T シャツ1000円かな。これわさびみたいな色好きやわ。1200円のズボン見っけたんやけど、めっちゃ楽そう。これ飛行機乗るときとか、めっちゃいいやんこれ。てか純粋な疑問なんやけど、韓国ってなんでこんな安いん、マジで。あ、ここあめっちゃ好き。ここの店ラブリーさん、こういうズボンあるやん。これってなんか男の人が一番履いとってほしいズボンらしいよ。でもこういうのってさ、めっちゃ足綺麗な人とかが着とったら可愛いけどさ、なんか私が着とったらなんかもうなんかブリンブリンになりそうね。ちょっとエロいよね。でも可愛い、楽そう。あ、可愛いこれ。めっちゃ足細く見せてくれそう。でもこれ お腹入るかな。ちょっと狭ない。あ、でもゴムやけんちょっと伸ばしまくったろか。1200円。でもなんかちょっと間違ったらさ、ちょっとなんか安っぽいかなみたいなのもあるけどさ、でも大体普通に1200円とかには見えん。このね、なんかインストリート、インスト英語わからんけんあるけど、なんかインストリーみたいな店も好き。ここインストリエリエさん、かわいいよね。かわいい。かわいいやんこれ。セットで3500円、セットで2900円。こんなん着れたら絶対涼しいよね。私の大好きなジャケット3900円になってる。あ、綺麗、かわいい。5500円。音楽すごいな。こういうパンツの色って韓国っぽくてかわいいよね。めっちゃ綺麗。音楽ガンガンすぎてめっちゃ昔のスピンズとかウィーゴーめっちゃ思い出したんやけど、夏ない。ジーパン800円だって。3500円が800円になってる。かわいい。最近さ、こういう緩いズボン流行っとるやん。ザラとかでも6000円ぐらいしたんやけど、これ2900円だって。でもゴムってさ、ちょっとウエストの太く見えるよね私。でも色、これかわいいやん。これかわいない。ちょっと間違ったら土建のお兄さんかな。めっちゃ攻めとるね。あれ、シャネルさんもおる。これかわいい。1300円だって。あ、シャネルこれいくらなんやろ。シャネル1300円。かわいい、かわいい。めっちゃ懐かしない、この帽子の色。ビッグバンのブルーの PV がちょうど出た頃、Gドラゴンに憧れてあの帽子買っとったよね。あ、ここも結構有名じゃない、シンプルで可愛いみたいな。ここ前ズボン買ったけどめっちゃ良かった。パングパングみたいな店。1300円には見えんわ。可愛い。ズボンめっちゃ良さそう、楽そう。今日は高速ターミナルを一人で遊んだんですけど、どうだったかでしょうか。めっちゃ楽しかったです。安いし可愛いけん、多分みんなも知っとると思うけど、季節ごとにね、いろいろ流行っとる服とかいっぱい入るけん、もし韓国来るって人は着てみてください。以上、みさでした。バイバイ。インスタグラムも一緒に適当に遊びに来てみてください。バイバイ。